第五忠し十月十五日昭和二十二年十二月六日は日本の海軍軍人貴族院議員。借位は公借。御用税天皇の断景級聖子孫である。千八百九十一年十月十五日に東京市麹町地区元縁町で苦行家族の第五公借家の着手として生まれる。父、第五忠孝は母親戦争において大内部副総督を務めたが、 1899年に家督相続に絡む縁婚によって、老いの角太郎に射殺された。この事件が大スキャンダルに発展してしまい、これが原因で、第五家は没落、だしげは苦行設計の一条家に引き取られて養育された。茅野宮常之王はだしげのいとこにあたる。1897年東京市、麹町人上小学校に入学。 1900年に学習院初等科、第三学年に転学し卒業。同年8月18日に校爵科を継承し、校爵となる。1906年に学習院中等科に進学。1909年9月11日に海軍兵学校へ入学。入校時の成績は150名中126位と、位だったが、学問や訓練に強い態度で臨み、 1910年7月17日には、海軍兵学校において、貧困有料賞を授与される栄誉に輝く。栄誉の日からちょうど2年経った1912年7月17日に、海軍兵学校を卒業。卒業時の成績は144名中17位だった。同日中に、海軍将以候補正として、総工巡洋艦、あずへ乗り組んで実習を重ねてゆく。 同年12月5日、練習艦隊として、遠洋航海へ向けて出発することとなり、第5は中南部太平洋方面へ巡航する。1913年4月21日に帰着すると、同年5月1日からは、戦艦、四季島へ乗り組んで勤務を続ける。その実績が評価され、同年12月1日には、海軍将尉へ昇進する。 1914年1月15日には、総工巡洋艦、常磐へ乗り組んで、引き続き勤務し、1915年12月7日には、横須賀陳府に配属、同年12月13日から、海軍中尉に昇格するとともに、海軍法術学校の普通科学生、1916年6月1日からは、海軍水雷学校の普通科学生としてそれぞれ採用された。 これ以降、第五は、様々な戦艦や、潜水艦などに乗り組み、真珠湾攻撃まで、艦長などを歴任していく。同年10月14日、満25歳に達式属院公爵議員に就任。同年12月1日に、戦艦、混合、1917年4月1日には、駆逐艦、裏風に乗り組み、同年12月1日には、 第4潜水艇隊に配属されて、勤務を重ねる。1918年11月2日には、第13潜水艇隊に配属され、同年12月1日には、海軍隊へ昇進と同時に、海軍水雷学校の高等科学生に進級する。1919年12月1日には、第12潜水船隊の潜水艦長に選ばれ、 1920年4月20日には、クレの防備隊にも配属される。同年9月15日からはついに潜水艦への乗り組みが開始され、同年12月1日には第26潜水艦へ乗り組む。この当時の第5は、短期間で何度も、戦艦、駆逐艦、潜水艇に乗り組むことで、様々な勤務に着実に対応する力をつけていく。また、 乗り組開始日は12月1日に行われるケースが多かった。1921年7月1日からは第27潜水艦の艦長に就任するが、わずか半年後の1922年3月15日からは第27潜水艦艦長とともに海軍潜水港の教官を兼任することとなり、第5の多忙さは徐々に増していく。同年4月15日には、 練習艦隊参謀に参加するが、日頃の疲労からか、同年5月30日の公務遂行中に重傷を負い、一命は取り留めたものの、長期休養を余儀なくされた。1923年3月20日からは、巡洋艦、麻生の分隊長を務めた後、同年5月15日には、第57潜水艦の艦長、1924年5月10日には、解剖艦、 朝間の分隊長を務める。同年12月1日、海軍少佐へ昇進する。1925年1月15日からは、旅行64潜水艦の偽装委員長を務めるが、わずか3ヶ月後に旅行64潜水艦長を務める。同年11月16日には、海軍水雷学校教官時代の経験を変われ、戦艦、山城の水雷長、 分隊長を兼任する。戦艦、山城での勤務は大醐にとって大きく、飛躍するきっかけとなり、わずか4年後の1929年11月30日に海軍中佐へ昇進するとともに、海軍水雷学校、法術学校、潜水学校の各教官を兼任、陸軍重砲兵学校の教官に就任するなど、海軍はもとより陸軍からも最重要。 軍隊に欠かせない地位を確立した。海軍に存在する三つの学校を教官として所属するとともに海軍中佐、さらに陸軍の学校にまで教官として招聘された第五はさらなる多忙の日々を送る。そこへ今度は同年12月16日から海軍通信学校の教官として招聘され、潜水隊として任務も隊長、艦長から指令へ昇進していく。 1932年12月1日には、第9潜水隊、司令。1933年11月15日には、第19潜水隊司令に、着任。1934年11月15日には、海軍大佐へ昇進、軽巡洋艦、夕張の艦長へ就任した。第5と回転登場員1935年5月25日には、 慶順洋館、中野館長、同年11月15日からは、慶順洋館、熊野館長、さらに1936年12月1日には、解剖館、岩手の館長と、様々な順洋館、解剖館の館長を歴任する。さらに1937年12月1日には、淳順洋館、高尾館長と、解剖館、八雲館長を、兼任。 1938年1月25日には、解剖艦、役も艦長に正式就任した。1940年11月15日にはついに、海軍少将へ昇進した。1941年10月20日に、第五潜水戦隊の司令官に就任すると、同年12月8日に、真珠湾攻撃が始まり、太平洋戦争が勃発した。 1942年7月14日には、軍令部出資で勤務する。同年8月31日には、呉の潜水戦隊司令官に就任すると、これ以降は、第11潜水戦隊司令官などの、拡大司令官を歴任する。同年10月20日には再び軍令部へ出資され、同年11月1日に、海軍中将へ昇進した。中将へ昇進後も、 拡大司令官への就任は続き、第22特別根拠地帯司令官、五潜水戦隊司令官などで海軍の幹部として指揮を取る。同年8月29日には、呉の海軍潜水学校に校長として復帰した。日本軍の戦局が悪化していく1945年5月1日、第5は第6艦隊司令長官として、 海軍の指揮を取るが、同年8月15日正午に終戦を迎えた。終戦後も、同年9月15日に、旧海軍軍令部へ出資され、同年9月25日に、予備役へ編入された。第6艦隊司令長官として、終戦を迎えた第5は、艦隊で保管していた約5万円の機密費の使途について検討した結果、1946年から、 部下などの手や郵送によって、第五の長次、高領と共に終戦まで出撃していった、開店特別攻撃隊員の霊前に捧げられた。同年12月、オランダ当局によって、ポンティアナック事件の容疑者として、先般指名され、日本国内で逮捕、菅も刑務所へ収監された。第五は1943年から1年弱に、わたって、 第22特別根拠地帯司令官として、ボルネオ・ワリック・パパンに滞在していたが、現地の家境が抗日陰謀として、日本陸海軍部隊が壊滅危機に陥ったため、自軍の安全維持のために処理作戦を行っていた。これが戦後になって大々的に報じられ、日本軍のトップである司令長官を務めていた第5が先犯とされた。その後、1947年に、 インドネシアへ身柄が移され、同年9月22日に最終裁判が行われた。その結果、同年10月3日に死刑判決が言い渡された。第醐は自身に有利な事実があっても、他に危害が及ぶ資料を取り上げることをすべて拒否して、最小限度の犠牲によって事態の解決を試みたが、最終的には死刑判決となった。 死刑判決が言い渡された後、第五は、ポンティアナック監獄へ収容された。そして同年12月4日、2日後の死刑執行を通達された際に、以下のような遺書を残している。皆様長いことご世話になりましてありがとう。9月22日約3時間の裁判あり、10月3日約5分間で判決、死刑の宣告を受け、 12月6日午前8時死刑執行の旨、昨12月4日午前申し渡されました。別段心の乱れることもなく、案外平常と異ならず誠にありがたく思っております。単願書誠にありがとう。冠類に結び拝読しました。何卒、日本再建の各自の使命に全力を注がれ、とし、私も、霊界よりまた何点も、生まれ変わり、 日本再建に全力を注ぐつもりです。私の部下の戦死者遺族たちのことも心に留められどし。同年12月6日午前7時過ぎ、大醐は目隠しを拒否し、黒色の洋服を着用した上で、ラサの帽子をかぶり、形状にて君が世を超えたからかに歌った後に、天皇陛下万歳を参照した。そして同日午前8時、12名の住所によって、一斉に射撃が行われ、 執行された。去年56。安国神社内にある優秀館には、第五の遺品である海軍の軍帽が展示されている。第五家は、一条、明の子である、第五冬本をし祖とし、旧聖画家の一家であった。ありがとうございます。